上町立ジオパークと海の文化館は、山陰海岸、ジオパークの PR と海の文化などの紹介を目的とする兵庫県三方郡上町立の文化施設、山陰海岸、ジオパークの拠点施設の一つである。1階は山陰海岸、ジオパークや、その中央部に位置する上町について学ぶための資料展示がなされており、実験コーナーやキッズスペースを有する。 日本海の成り立ちやジオパークの概要がパネル等で説明されている。また、上町は、小四や村を区の1000メートル級の山々から霞区の日本海まで多様で複雑な地形や気候風土からなっており、それが地域の生活文化の多様性につながっていることをジオラマや地図、写真などで説明している。アマルベ鉄橋として知られた JR 山陰本線の 初代アマルベ協領の橋脚の一部や、上町小四六にあった巨大な杉の幹なども展示されている。2階は、霞海岸の海の文化を学ぶフロアで、世界中から集めた魚類の剥製や、巨具の展示がなされている。幻の巨大魚と言われる、深海魚、龍宮の使い、巨大なメジロザメやクロマグロなども展示されている。ワークショップスペースも設けられている。また、 水産加工品の製造体験をすることができる水産加工体験実習室を備えており、柑橘、ヒカレー、ヒスルメイカ、焼きちくわなどの製造や魚のさばき方などの体験ができる。ありがとうございます。